勝海舟の娘婿で徳川慶喜の十男の勝くわし勝海舟の家族構成勝海舟は23歳で深川芸者だった2つ年上のお民さんことた子と結婚極貧生活だったがズバ抜けてよくできた女房で勝海舟を支えつつ次男次女を産んだ長女は夢次女は高子長男はコ六、次男は四郎 志郎は12歳で死亡。勝海州は、コロクが、13歳の時に、死費で、学友二人を添えて渡米させた。コロクは、その後、官比留学となって、明治10年にアナポリス海軍大学校を卒業し、英仏に遠うもに帰庁。海軍関係ポストを歴任するも、勝海州70歳の時、明治25年に40歳で死去。 偉大な親のプレッシャーを背負い続けた人生だった。コロクの墓は青山墓地。勝海舟は、拳組みから抜け出して、懐が豊かになるに従って、公職の虫が騒ぎ出す。まず、長崎伝習所時代、34歳からに家事熊お久さ,さんを愛人にする。お久さ,さんは14歳で、すでに未亡人。当時は、このような年齢が普通だった。 二人は一男一女を設ける。三男は梅太郎。女児は亡くなる。おひささんは、梅太郎出産の二年後、二十五歳で死去。長崎の西武道寺で眠っている。梅太郎は、その後、三男として、活邸で生活した。その後、当時としては珍しい国際結婚をした。相手はクララホイットニー。クララは、明治八年、 森槍則が開設し、勝海舟が支援した、商法講習所、後の一橋大学の教官になった父と共に、14歳で来日した。梅太郎は、クララとの間に、6人の子を産むが、勝海舟の死後に離婚。このクララは、大変、ふどまめな方で、離婚して子連れ帰国するまでの、10年間、とても詳細な日記を残している。後に、クララの明治日記、講談社が、 昭和51年に出版される。勝海州には、青い目の6人の孫がいた。結局、梅太郎とクララは離婚してしまうのであるが、クララの子供たちは、梅太郎の母方の姓、事を一生、名乗っていた。二人の末娘、ヒルダは、平成8年には、100歳でまだ存命だった。勝海州38歳、安政7年の官林丸都米前に、 勝家の使用人であるマスダイと老糸さんに手を出し、貴重後に老糸さんは、勝海舟の三女、いつ子を産んだ。老糸さんは、気遣いとおしとやかさを有し、勝海舟のお気に入りであった。勝海舟の身の回りを世話して、勝海舟の臨重にも付き添った。老糸さんが産んだいつ子は、大蔵官僚、目形種太郎に貸して、男爵夫人となった。目形種太郎は、後に、 先修大学の創始者となる。お糸さんは、我が子、いつ子を、お嬢さんと呼び、精細の民子夫人も自分の娘のように育てて、いつ子は、長汁まで、お糸さんが、本当の母とは気づかなかったとか。お糸さんは、かつ家でも特別な存在で、青山墓地の勝家のお墓で眠っている。勝海舟は、5歳から、赤坂氷川邸に来ていた、森田米子、お米さんにも手を出した。 お米さんは、千足池の別荘や日光東照宮お参りなどに同行。お米さんは、18歳まで氷川邸にいて、後に、木根川の梅屋敷の別荘管理をした。お米さんは、女子といった感じで、時に、梅屋敷から赤坂氷川邸に来ると、孫たちは、お米が来ると、ちょっと緊張したとか。勝海舟は、また、62歳の時に、 記号の際の手伝いに来ていた近所の旧幕臣、清水家の娘、豊さんにも手をつけて、妙子を産ませている。豊さんは、その後に暇を取って香川家に貸して、香川豊となる。妙子は、上記のお米さんが、梅屋敷で育て、そこから学校に通わせた。勝海舟は、氷川邸で働く女性に、手をつけるのが癖のようだ。赤坂氷川邸は、冒頭で記した通り用所隊で、 その台所型を一手に引き受けて、超多忙な小西金子にしか、お金さんにも子供を産ませている。お金さんは、かつていでは、台所仕事の他に、佐久間象山未亡人の水江、二海州の妹の純子。後に、水江と名を改める。17歳の時、42歳の象山に嫁いだ。当時、象山は、すでに、13歳のお長さんの他、 お菊さんもそばめにしていたの相手もしていたとかなおお金さんの子は後の岡田議長七郎勝海舟の最小同居にはこんな理由もあるとか江戸の武士は公務以外は外泊禁止が原則勝海舟は在宅のしずし玄関に高張り上賃を建てることを怠らなかったとかゆえに氷川邸の女子に手を出しそのまま同居 すべて、民子夫人の土量の大きさあってのこと。勝家の本来のお墓は、新宿の赤城元町の清流寺。明治維新の寸府移転で、両親の勝子吉、お信の墓を静岡、ジャラン寺に移したが、明治28年に、清流寺から青山墓地に移動。ここには、コ六と妻の栄子、お糸さんらが眠っている。お民さんは、もう勝海のそばは嫌で、 コロクのそばがいいと、青山墓地に眠っていたものの、勝海舟が、戦争地藩の墓に入って、お民さんもここに移されて、夫妻の墓になった。しかし、夫妻のお墓は、子供らがよじ登るなど公演化されて、子孫が、別のお墓に遺骨を移したと、ネット記述があった。勝くわしの出自。明治21年、1888年8月23日。 15代将軍徳川慶喜の十男として誕生。母は徳川慶喜の側室新村信通称お信の,の方。勝桑氏が勝海舟の娘婿になった経緯。明治25年1892年勝海舟の嫡男コロクが40歳で病死。コロクはアメリカの海軍兵学校に留学の経験もあり日本海軍少佐であった。 コロクには娘しかいなかったので伯爵を継承するため徳川慶喜の十男の桑子を勝海舟の孫娘にあたるコロクの娘の井世子の娘婿に迎えた勝海舟が亡くなる直前のことであるこの時桑氏はまだ4歳徳川慶喜は幼い息子に養子としての心構えを教えていたという明治32年1899年1月19日 勝海七77歳で脳一血で死去。勝海修の死の直後の1月20日、コロの長女、伊よ子と徳川桑氏は、結婚、婿養子となり、伯爵くらいを受け継ぐことになった。この時、桑氏伊よ子ともに、11歳の幼い夫婦であった。勝桑氏の孫の加計日治の、五代目改修が行くより。勝海修にとっての大事業は、 幕臣たちの逆賊の汚名をきちんと取り除き、幕府の人間も日本人であって、新しい日本のために誠心誠意を尽くす人たちなのだということを、全国の人たちに知らせる、ということにあったが、それには、徳川慶喜様の主役としての活躍が、どうしても必要なのであった。そこで、勝海舟は、時々、慶喜に会う。勝、顔色がさえないようだな。無理もない。 ロクは気の毒であった。気落ちしているのであろうと、慰めの言葉をくださる。多分、こんな話をしたのだろうという想像だが、一説によれば、吉信が切り出した話とも言う、勝海舟は、殿様、お願いがあるのですが、勝の家も、男は私の身になってしまいました。何卒ご配慮いただいて、柔軟の詳しを、勝の養子にくださらんかと申し出る。 義信はしばし考えていたがよかろうくししを勝にやろう頼むぞと言われたというえ年、義信と勝海舟の間には何かぎくしゃくしたものがいつもあったようで勝海舟は敵も味方もなく短い足をせわしなく動かして行き来してああでもないこうでもないと勝海舟自身も徳川の敵なのか味方なのかわからないところもあって義信は 勝野の腹の本当の中身を測りかねていたみたいであった。だが、明治の世の中が進んでいくにつれて、慶喜の考えていることも、勝野の考えていることも同じというも分かってきて、ここへ来て理解し合え、一緒にやろうとなって、桑ワを勝海回収に渡して、わだかまりが解消する。桑ワと伊予子は同い年であった。桑ワは、4歳の時に氷川町に来る。伊予子は、桑ワが大好きで。 いつもお兄ちゃんと行って遊んでいた。小さい時は背も同じくらいだったのが、急に、くわしは身長が伸びて、背の高い若者になっていく。この辺の話の出所は、母が小さい時には、氷川町の家にいたのだが、何人かの老女からである。勝海舟の娘で、勝くわしの妻である勝井よこ。勝くわしの孫の竹日むの五代目海修が行くより。母、よし子は、 祖母であるかついよこのことは、何も話してくれていない。小さい時十11歳の時に亡くなってしまったので、記憶にないのではと思われる。いよこの最後については、周りの人より聞いた話を覚えていて、話すという感じで、母より聞いている。宮中で晩餐会があり、くわしといよ子は出席した。ごちそうの中に、伊勢エの刺身があって、いよこの大好物であったので、たくさん食べたという。 23日して発熱し、多分これらではないかと思われるのだが、すぐに亡くなったということだ。以来、母は、伊勢海老の刺身は食べなくなり、たまに、エボシなどでエビを取ってきても、生では食べず、グラタンにしたり、バター焼きにしたりして食べていた。根本的には、エビは大好物だったのだ。しかし、この夫婦は、あまり仲が良くなかったらしく、クワシが育ち的に、わがままで。 家臣筋に養子に出されたことが不満だったせいか、伊予子は、同じ墓に入るのは嫌だと遺言を残している。かつ回の妻にしても、娘の伊予子にしても、夫と同じ墓に入りたくないと遺言している。二人とも、夫の女癖の悪さに泣かされていたと推測される。かつ桑氏は、最後は、ジップである徳川義信と同じ親式での埋葬を望んだ。勝つ桑氏の墓は、 勝海州が眠る浅池ではなく徳川義のの墓の横に立っている勝久和氏は、爆心の養子になったことを心よく思っていなかったらしく、それは、墓所を実家に戻したことからも伺えるのだ。伊予子の墓は、当初青山の勝家の墓に入ったが、昭和28年1953年に改装して、結局は、勝久和氏し、い子夫妻のお墓は、勝家ではなく、 中の徳川義信の向かい側で二人で眠っている。二人の間には、一男五女が誕生。子女は、美智子、慈久朽木綱広夫人、義子、架日元貞夫人、静子、慈恵、石野元常夫人、中子、四尺、戸田忠和夫人、後、佐々木浩二夫人、勝義隆、と子、男爵、藤田光一夫人。家徳は、長男である義隆が継いで執職した。 かつくわしの人物像かつくわしの孫の掛日むの五代目改修が行くよりかつ修という人は辛抱遠慮の人でくわしは幼少の頃よりかつ家にいてかつ修の孫娘のいよ子と遊んでいていよ子はくわしをお兄ちゃんと呼んでいたくわしは祖父いよ子は祖母にあたるくわしについては母よりの伝聞によるものが大部分である身長があり 175センチくらいであろう。当時としては、かなり、背の高い人であり、色白である。ハンサムな人で口ひげがあり、当時の人気スターであったジ、ジョン・ギルバートジョン・ギルに似ていたという。戦争が激しくなって、東京の四ツ谷の家も危ないと予想されるので、父、加計ひも貞が、仕事をしていた。神奈川県高座群三川町に引っ越すのであるが、その時に、 すごく重い鉄板で作っったた筒を持ってきたこれは何だろうと思って開けてみると硬い剣と紙に図面が描かれており赤青黄黒と色分けした線で描かれたものもありすべてクワの描いたものであるという設計や製図が得意な人であったようだクワはいろいろなところに才能があったようだクワは投げ網がうまかった長身で力もあったので 重い網もきれいに広げて投げることができて、魚はよく取れたようだ。詳氏は、よく勉強もし、外国より書物なども取り寄せてみていたようで、自分用の船を持とうと思い立ち、船を設計し、調子の造船所に作らせた。外国の船の写真等を参考にして作ったもののようで、船体は丸型であったとのことでよく揺れて、乗っている人は船酔いでみんな蹴りを出した。そこで、 桑氏は、石を白底に積んで、安定をよくし、揺れも少ないようにと考えたのだが、母の話では、あまり違いはなかったようで、それなりに使われていた。船の縄活動丸といった。かつくわしと自動車。かつくわしは、慶応義塾理財科を卒業後、実業界に入り、オリエンタル写真工業取締役、浅野セメント石川島飛行機製作所各重役を歴任。くわ氏は、 写真やビリヤードをたしなむなど、多趣味で、交友関係も、広く、独自に自動ドアを発明するなど、家族としては、型破りの性格であったという。当時、発売されたばかりのオートバイ、ハーレー・ダビッドソンに興味を持った。日本には、ハーレー・ダビッドソンをはじめとする、外国産の輸入バイクしかなく、ある日、詳氏は、自分の庭でバイク作りたいな、と友人に持ちかけた。そこで、 村田鉄工所という会社を屋敷内に設けさせて、桑氏がオーナーとなって起こした。数々の困難を経て、1923年、ハーレーを元にした 1000cc の廃棄量を持つ純国産オートバイ、ジャイアント号を完成させたのだ。この後、村田鉄工所は、桑氏の手から離れ、目黒で有名な目黒製作所、買収などから、川崎モーターズへと受け継がれていく。こういう経過から、 現在の川崎車の起源を作った一人とも言われている。桑わの道楽がなければ、川崎の4サイクルエンジンは存在しなかったかもしれないのだ。かつ桑わの孫の掛肥さむの5代目改修が行くより、機械をいじるのが大好きであったようで、自分の車の色を塗り替えたり、部分的に改造したりしていた。大きいガレージがあり、少しずつ工作機械を買い込んで、ガレージというより工場のようであったという。 詳しには有能な部下がいて、何でも作ってしまうし、くわしが図面を描いてくると、すぐに分かって、物を作り上げる男であったという。名前を村田の無事と言った。村田は、ガレージの仕事で腕を磨くと、独立して、目黒製作所、または目黒自動車製作所という会社を起こすことになる。くわしは大いに喜んで、退職金を会社設立費として出し、 ガレージの内部にあった工作機械を選別としてくれてやり目黒製作所はスタートする戦後オートバイが盛んになった時に目黒としてオートバイを作っていたその後目黒オートバイは川崎と合併して目黒川崎としてしばらく活動していたが現在は目黒の名前は消えてしまっていて川崎になっているでもよく見るとどこか目黒のイメージが残っている 川崎のバイクの色は明るいうぐいす色である。テレビでバイクレースを見ていると、ついつい川崎を見つけて応援してしまうのである。かつ、桑氏が亡くなった経緯。桑氏は、昭和7年1932年7月10日、45歳で死去。当初は、死因は脳一血とされていた。妻の井横こが34歳で死去すると、桑氏は、 蕎麦目を作り大っピラに遊んだという昭和7年1932年7月16日の東京・朝日新聞には「勝海州沖縄の養子氏愛称と真珠を遂げぐ」というセンセーショナルな記事が新聞紙面をにぎわした。桑氏は伊予子の死後、そばめにしていた水野正人、薬物による真珠をしたのである。勝海氏の孫の日治の五代目海州が行くより、 祖母イヨ子が亡くなってからは、クワしはいわゆる遊び人になってしまって、芸者等との付き合いが多くなったようである。ジョン・イルバートに似ているというハンサムであったので、モテていたようである。子供が6人もいることもあって、再婚したらという話も出た。某家族のお姫様との話がまとまりそうになっているときに、なじみの芸者、水野さが、クワしのところへシュークリームを持って訪ねてきた。 シュークリームは好物だったので、2人で食べ尽くしてしまった。だが、このシュークリームにはヒ素が入れてあった。芸者は心中するつもりであったのだ。クワシが余計に食べたためにクワシは死亡。芸者の女性は、かろうじて助かったクワシ45歳。世間に対しては、急病のため休止とされていたのだが、心中の未遂なのであったクワの次女、ヨシコ22歳。そのため、 勝家の子供たちは母を失い、父を失い、おろおろしているうちに嫁入り先が決まって嫁に行くのであるが、すべて家族のところへ嫁に行った。次女の吉子は、よく世間を見ている人で、家族は絶対に嫌だ、と言って平民と結婚することを望んでいた。吉子は、ただ一人平民と結婚した。詳しと心中し損なった芸者は、戦後二度寒川に訪ねてきた。 細身の和服の人で、母のよしこと、いろいろ話をしていたが、母は恨んでいるような様子は全くなかった。